キングプリンス平野紫耀主演、クロサギ予告、ジャニーズファンの熱い期待と懸念。平野紫耀主演、クロサギの予告がジャニーズファンの注目を浴びる。日本のテレビドラマファンにとって、平野紫耀主演の新ドラマ、クロサギは、期待と興奮を持って受け入れられています。 9月2日に放送された石子と羽男第8話の終了後、TBS 系列で10月にスタートする黒詐欺の予告が放送され、その瞬間から世間はざわめきました。番組公式ホームページでは、平野が黒崎隆四郎として主演することが発表されていますが、その他の詳細はまだ公表されていません。 しかし、予告で流れた声から、ネット上ではヒロインに黒島ケツナが起用される可能性が高いとの噂が広まり、これがジャニーズファンの間で大きな議論を読んでいます。黒詐欺の予告とジャニーズファンの反応。予告では、この世界にただ一人存在する詐欺師を騙す詐欺師。その名は黒詐欺。新金曜ドラマ。 黒詐欺、10月スタートというセリフがあり、この声が黒島ケツナのものであることが確実視されています。これに対し、ネット上では、これは絶対に信子の声だ。ちむこの声ってことは平野耀の相手役確定だね、ねといったコメントが飛び交っています。特に、NHK 朝ドラ、ちむどんどんに絡めてのコメントが多く見られ、 ファンたちは熱心に推測と期待を寄せています。平野紫耀と黒島ケツナの共演に対する期待と懸念。長らく噂されてきた平野紫耀と黒島ケツナの共演が実現する可能性に、ジャニーズファンは賛否両論の様子を見せています。先に挙げたコメントには、以前から平野の相手役は黒島が内定しているとの噂がありましたが、これで確定でしょう。 といった期待の声もありますが、一方で、黒詐欺は山下智久版のイメージが強い、最近のジャニーズドラマは爆死続き、といった懸念も現れています。また、黒島決裁自体も、ちむどんどんの評価が微妙であり、過去には10歳年上の宝剣ごとの破局が報じられています。 現在はフリーとなっており、2019年には共演したキングプリンスへの流せ角から、ケツナ、と呼び捨てにされたことが一部で話題となり、熱愛が疑われたこともありました。この背景から一部のジャニーズファンは、宝剣ごとの破局後に平野仕様に乗り換えるのではないかとの憶測を抱いており、ドラマの視聴率にも不安を感じているようです。 クロサギとジャニーズドラマの歴史的背景。クロサギは山下智久が主演した2006年の同名ドラマが原作でありその名作へのリメイクとして注目を集めています。しかし、山下智久版は多くのファンにとって強烈な印象を残しており、そのイメージを超えるのは容易なことではありません。 ジャニーズアイドルの出演するドラマは過去に成功例もありますが、最近では爆死作も増えており、ファンたちは黒詐欺に対しても慎重な姿勢を崩していません。黒島ケツナのプライベートとジャニーズファンの警戒心。黒島ケツナのプライベートについてもファンの間で話題となっています。2019年の単発ドラマ、フライ、ボイズ、フライ。 僕たち、小始めました、での共演がきっかけで、一部で長瀬角との熱愛が疑われたことは、記憶に新しいところです。宝剣吾との発局後、黒島ケツナが平野仕様に乗り換えるのではないかとの憶測が広がっています。これに対して、ジャニーズファンは、警戒心を抱いており、ちむどんどん。 の評価が微妙なことも考慮され、クロサギの視聴率に不安を感じていることが伺えます。期待と懸念が入り込んじるクロサギの放送。平野耀主演のクロサギは予告映像から早くも注目を集めています。ジャニーズファンの期待と懸念が入り込んじる中、黒島ケツナとの共演が実現すれば、 その結末はさらに予測困難なものとなるでしょう。過去のジャニーズドラマの影響や黒島ケツナのプライベートに対する警戒心もドラマの成功に影響を与える可能性があり、ファンたちは放送を楽しみつつも緊張感を抱えていることでしょう。 黒ギの放送を通じて新たなドラマの歴史が刻まれることに期待と不安が入り込んじる。中視聴者たちは10月のスタートを心待ちにしているのである。